夢ラジオ第5097回今日は令和5年5月25日木曜日です時刻は午後1時横浜港北。晴れた木曜のお昼下がりとなりました太陽が顔をのどかしてきましたね嬉しいです気温も徐々に上がり始めました リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうかこの放送があったら私も緑道を走りに行っていきましょうさて夢ラジオ今回はエンノスケ事件エンノスケさん事件の謎パート4謎もパート4まで来ましたね 昨日から始まった警察による事情聴取それによって徐々に明らかになってきた今回の事件歌舞伎ファンのみならずあるいは時代劇ファンのみならず社会的にも注目を集めていますねただし謎が多い で『夢ラジオ』でもお話はしてきました最初ご両親が亡くなられたのは当日の朝つまり18日先週の今日の朝ごろだったんじゃないかそして 猿之助さんもそのあとを追うようにしてお薬を飲んでそして間一髪マネージャーがそこに踏み込んで猿之助さんだけ助かったこんなイメージでしたね。ところがその家族会議というのはその前日の夜つまり水曜日の夜18日の夜で。 そしてご両親はもうその時にあの自死された。で翌日の朝7時に猿之助さんが明治座に電話してでこの時はもうご両親亡くなられていてで体調が悪いから今日の公演はできない。 でその後自死を図ったこうですねでマネージャーさんたちがお二人いたらしいんですけどその現場に踏み込んだのが午前10時過ぎでさっきの明治座への電話がだいたい朝の午前7時でその3時間ですねで 今回の謎事件発生当時から言われていた当日の朝大きな物音そして女性の声これって何だったんだ誰の声だったんだこの女性はお母様の声でさすがに あの死を前にしてあの動揺され声でも出されたのかあるいはひょっとしてそれに対して猿之助がお母さんをなだめようとしてやはり大きな声になったのかつまりこの当日朝9時ごろということですけどのこの一家の まあ、言い合いあるいは喧嘩これはあるいは議論これはお母様と猿之助の主にそういうやり取りだったようなそんなあのイメージでしたよねところがもうお母さんはもうの前の晩に亡くなられていてだからこそ現場に踏み込んだ時にはもうすぐにあの 死亡確認されたっていうのは、もうそれだけ時間が経ってたんですね。もう1時間、2時間の話じゃない。ってことはもう、朝の7時から10時まで、猿之助さんは争う相手なんかいないはずだし、何か議論し合う出来事も、議論し合うテーマももうないはずなんですよ。シーンとしてなきゃいけないんですよね。この日の朝は。 であるにかかわらず、ね、女性の声でいろいろとあのやり合っていて、これは聞いた人が幻聴だったはないと思う。さすがに。そんな音本当はしてないのに、なんかあの、なんかそんな気がして、なんか偉い音がしましたわね、なんて、じゃないでしょう。どなたかいたんですよ。多分女性で。 この日の日朝に。それは誰かそしてマネージャーさんが10時ぐらいに踏み込んだっていうんですけどこれも遅いよくよく考えたら7時に体調不良出ないそうするとそれからもういくら電話してももう猿之助さん出なかったはずだからこれはおかしいぞということで あと、週刊誌記事のことも、マネージャー知らないはずはなかったでしょうから、直行してこなきゃいけないんだよね。8時ぐらいに。すると、マネージャーさん、女性女性もいた。そうすると、その日の朝のあの声は、ひょっとして、マネージャーさんがもっと早く来て、10時とかじゃなくて、 8時とか、それで猿之助さんと何かの形でやり合ってたんじゃないのかどうかやめてください早まらないでとか猿之助がさんが「バカ野郎って俺に命令するのか」とかなんとかこの可能性があるなと私は思ってるんですよ。 じゃないとあの全然関係ない女性がふっとこの朝入ってきてってのはありえないでしょよほど親しい人でこういう切迫した瞬間にもその家の中にいられる人で女性とで猿之助さんに対してもものが言える人マネージャーさんしかいないよね。まさか女性ファンでなんか猿之助さんといい人がいてっていう。 その女性関係というものがないから主に男性関係ばかりだったから猿之助さん事件の謎一体先週の今日の朝当日の朝のあの9時頃のお声は誰だったのか何の話だったのか その後踏み込んだというその10時過ぎのそれは本当か昼の部があるのにその10時過ぎって遅くないか連絡来たんなら7時だからもっと早く行くはずじゃないのかそうですよね。 いことないよねするとこの時朝10時過ぎの来宅でなくもっと早い時間8時とかそこで何があったのか今この猿之助さん事件の最大の謎はここに来ましたね。 次の報道を待ちたいと思います。イメラジオ今回は猿之助さん事件の謎パート4。明るい午後です。